こんばんは、田畑光永です。吉川美代子です。朝からお伝えしておりますように、国鉄の通信ケーブルが各所で切断されるというゲリラ事件が起きましたために、特に首都圏の国電は麻痺状態に陥りました。今日はこのニュースを中心に、いつもと内容を一部変更してお伝えいたします。国鉄に対する同時多発ゲリラ事件で、首都圏と大阪の国鉄が今日始発から全面的にストップし、通勤や通学の足に大混乱をきたしました。止まっていた国鉄の各線は午後4時過ぎまでにいずれも運転を始めましたが、国鉄の調べでは600万人の足に影響したほか、一部は夕方の帰宅ラッシュと重なって間引き運転や遅れなどの混乱がまだ続いております。国鉄に対する前例のない今回の多発ゲリラ事件は中核派の組織的な犯行とみられ、警察では中核派の幹部や活動家48人を逮捕するとともに、先ほど中核派の事務所の家宅捜索を行いました。それではまず国鉄本社から星野記者がお伝えします。首都圏の国電を麻痺状態に陥れた今回のゲリラ事件は、ようやく午後4時過ぎ全線の運転が始まったことで収拾に向かっています。首都圏の東海道、中央、常磐、東北、高崎線などの各幹線、そして関西の環状線やローカル線もほぼ平常の運転に戻りました。なおダイヤの乱れや混乱は予想されるものの、国鉄首都圏1日の利用客の半分にあたります650万人が大きな迷惑を被った。今日のゲリラによりまして、終日通勤や通学の足が奪われるという最悪の事態だけは何とか回避されたわけです。しかし国電の浅草橋駅は駅の機能を完全に破壊されまして、今日は電車が止まってもドアは開閉できないという状態になっています。国鉄では明日の全線での平常運転を目指しまして、全線にわたって徹夜の復旧と警備を続けることにしています。国鉄ではこの浅草橋の例を除きまして、復旧が予想以上に早かったとしておりまして、その理由として職員を徹夜で待機させたこと、57年に成田でケーブルを切られた教訓としてケーブル接続の専門家を要請したことなどを挙げています。ところが鉄道機能の動脈の役割があります。これらのケーブルを今日のようなゲリラから守る抜本的な方法となりますと、ケーブルに金属を巻きつけたり埋設するなどの方法が考えられています。しかし建設費の問題やコンクリート効果が多い首都圏の実情に合わないというような点がありまして、有効なケーブル防護策は見当たっておりません。今後成田空港の2期工事や分割民営化の反対闘争の激化を前にいたしまして、国鉄にとりましては頭の痛い課題がまた一つ増えたと言えそうです。首都圏の国電はダイヤの乱れや混雑は多少あるものの、ようやく全線の運転が始まったことで収拾に向かっています。以上、国鉄からお伝えしました。ではラッシュが続いております東京の新宿駅と池袋駅から中継でお伝えいたします。こちらは新宿駅です。新宿は今帰宅ラッシュの最中なんですが、山手線は現在 100% の運転率ということになっておりまして、普段よりお客さんはむしろ少なめという状況です。すし詰めの状態は山手線はありません。ところがお隣の中央線の快速の下りの方ですが、これは立川とか八王子の方へ行くオレンジ色の電車ですけれども、こちらの方は運転間隔が普段ですと3分間隔なんですが、現在10分ぐらいの間隔、先ほどは15分ぐらいの間隔だったもんですから、お客さんの数は少ないんですが、どうしても1編成あたりの電車の乗客の数が増えてしまうということで大変な混雑でした。しかしもうこの時間になりまして、だいぶこう空いてまいりまして、ドアに押し付けられるような乗客の姿もなくなりました。新宿駅を終わります。はい、こちらは国鉄の池袋駅前です。都心の大動脈山手線は午後5時にはほぼ平常通りのダイヤに戻りました。いつものピストン輸送がすでに始まっています。ホームに入ってくるグリーンの電車からはサラリーマンや OL が足早に降りてきており、やっといつもの風景に戻ってきたなという感じです。今朝は大混雑を見せた隣の私鉄や地下鉄の改札は今のところ逆にいつもよりはやや空いているということで混乱は起こっておりません。
ただサラリーマン諸氏にマイクを向けたところ、幾同音にもう参ったというセリフが返ってきました。駅の職員を含めぐったりとした疲れた表情が目立つ今日の池袋駅です。続いて復旧が一番遅れた総武線ですが、都心から千葉方面への乗り換え駅となる秋葉原の駅では4時40分に一番電車が入った後、現在もおよそ10分間隔で運転が行われております。警視庁では周辺に250人の警察官を配置し混乱に備えましたが、心配された混雑も電車の間隔がいつもの2倍近く空いているにもかかわらず9割程度の混み具合で比較的スムーズに人が流れています。これは今朝からの全面的な普通で会社に出られなかった人が多かったことや、電車の混雑を嫌い車による通勤に切り替えた人が多かったせいのようです。ようやく動き出した電車に乗客たちは皆一様にほっとした様子です。この多発ゲリラは大阪でも起きております。その模様を伝えてもらいます。大阪では未明に大阪環状線や関西本線、新幹線で通信のケーブルや信号のボックス、それに変電所など7カ所が放火されました。新幹線についてはパトロールの係員が消火したためダイヤに影響はありませんでしたが、大阪環状線は始発から全面的に運転不能となり、関西本線も一部で不通となりました。このため両線合わせて378本の電車が運休し、午前中の通勤通学の足が大きく乱れました。国鉄でおよそ120人の作業員を動員して復旧作業を急いだ結果、午後3時にはダイヤが正常に戻り、夕方のラッシュ時には後遺症は残りませんでした。国鉄の大阪天王寺両鉄道管理局では今夜からおよそ800人を動員して各国電区間で特別パトロールをすることにしています。ゲリラ事件に対し国鉄の復旧が予想より早かったため、午前中に見られた混乱は夕方のラッシュ時にはかろうじて回避された形となっております。しかし一部の路線では 50% から 70% の間引き運転が行われており、首都圏で今日一日続いた混乱は夜になっても影響が残っています。国鉄が6時過ぎにまとめたところによりますと、今回のゲリラ事件で通勤や通学の足に影響を受けた人は首都圏でおよそ600万人に上るということです。また国鉄の突然のストップで朝の首都圏は私鉄や道路にもかなりの影響が出て混雑しました。千葉、埼玉、茨城、神奈川など周辺の県から東京に向かう幹線道路はいずれもマイカーなどで大変な混雑となり、最大45キロの渋滞の道路が出たのをはじめ、各道路とも東京との県境を越える車の列が続きました。この渋滞は昼ごろまでにほぼいつも通りに戻りました。それではここで早朝のゲリラ事件の発生から国電復旧までの動きをまとめてお伝えします。調査の結果切られてない、今は使用してないということで、鉄道の神経ともいえる信号や通信ケーブルを狙った同時多発ゲリラは今朝3時から5時にかけて東京、大阪、神奈川、広島など全国8都府県合わせて33カ所に及びました。ケーブルの切断箇所にはノコギリと大型のハサミなどが残されており、また大阪では金属の粉を利用した時限式の発火装置など2種類のタイマーを使った時限式の発火装置が使われました。信号機のケーブルが切断されまして、首都圏管内の国電各線は運転できない状態になっています。残念ないお前、じゃあお前お前から、ね、どっからかかっている人間どうすんだよ。午前7時前には東京台東区にある総武線の浅草橋駅に白ヘルメット姿に鉄パイプ火炎瓶を持った中核派のメンバーとみられるおよそ100人が押しかけ、駅の施設をめちゃめちゃに壊し放火しました。浅草橋駅は駅としての機能を失い当分使用が不可能となる被害を受けました。
一瞬でしたからね。体かむのに必死でしたね。火炎瓶は鉄パイプがあるでしょ。でガラスの破片は飛んでくるしね。山田線、京浜線、ほとんど首都圏全域にわたって、このうち8時から、この力を使いたい。同時多発ゲリラは、首都圏の国電山手線、京浜東北線、それに近距離通勤電車など20線区、大阪県内では2つの線区の合わせて22線区の足を午前中ほとんどストップさせました。影響を受けた人は首都圏だけで600万人。このため並行して走る私鉄の各線に国鉄利用客が殺到しました。朝ニュース聞いてどう思われました？やったなと思ったね、うん、でも全然国鉄は警戒してなかったのかね、そういうこと。非常に遅いですよね。もう9時15分始まるんですけどね、9時から9時、これ今これだけしかしてないわけですよね。東京では40万人の児童生徒の足が奪われ、400の学校が休校となりました。全部で1000本近いケーブルをですね、繋がなきゃいけないということで、今あちこちらで切られてますんでですね、復旧に努めております。あと3時間からその4時間程度はかかるんじゃないかと思うんですけども。そうすると夕方のラッシュに、例えばここの現場だと間に合うかどうかと。そうですね、ラッシュ帯に間に合わせるように皆さんやってると思うんですけれども、はい。今日どうですか、売り上げとか。全然ダメです。普段の日、普段というよりも去年のね、あれからすると、初日からするとまるっきりダメ。千葉道路と言われるストライキとは直接関係はないけれども、それに便乗した破壊的な人たちがこういう行為に入ったと判断されておりますか、どうですか。道路千葉の方はともかくといたしまして、中核派の方はこの道路千葉のストを全面的にバックアップするんだと、そういう立場から本日の今朝方のゲリラをやったことは事実だと考えております。かかる事態をジャッキさせた国鉄の千葉道路者労働組合の指導者および違法スト参加者職員に対しましては断固とした処分を行うとともに、今後復旧に全力を傾注し、一刻も早く正常運行を回復すべくあらゆる努力を行っていく所存でございます。本日未明に道路千葉の違法ストに呼応して、極左暴力集団によるものとみられる国鉄の列車運行用の信号ケーブルなどが切断されるという
同時多発ゲリラ事案が発生をしております。この暴挙により多数の利用者に甚大な影響が出たことは甚だ遺憾であると思っております。政府といたしましても今後こうした極左暴力集団に対しましては断固たる決意で臨む所存であります。この後もいつもとは一部内容を変更してこの国鉄混乱のニュースを中心にお伝えいたします。ゲリラ事件で首都圏の市民生活は多かれ少なかれ影響を受けましたが、台所への直接の影響は幸いあまり大きくないようです。築地など生鮮食料品の市場では競りの開始が 30分ほど遅れましたが、入荷量卸売価格とも普段と変わらなかったということです。一番混乱があったのは学校で、都立高校の72校が臨時休校になったのをはじめ、私立でも都内の小中学校と高校の4分の3にあたる325校が臨時休校しました。東京で通学の足が奪われて、今日一日自宅学習の形となった児童生徒は40万人に上っています。また神奈川県下でも18の県立高校と43の私立高校が臨時休校になりました。お願い申し上げます。病院ではこれまでのところ深刻な影響は伝えられておりませんが、普段30台余りの献血車を出動させている日赤の血液センターでは、今朝は駅の周辺の混乱で予定の3分の1の車が出動できなかったため、私立用の血液が不足する恐れが出てきて、緊急な私立を優先させるなどの措置が必要になる場合もあると話しています。商売の方では国鉄のターミナル近くに店を構えているデパートが影響を被りました。どこのデパートも開店までに出勤できなかった店員が大勢いましたが、ようやく出てみてもご覧のように手持ち無沙汰。普通ならそろそろ混み始めるお歳暮用のギフトセンターは閑散として、売り上げも3割は落ちるだろうとデパート側は浮かぬ顔です。木曜日の日に折り込み宣伝を出してますんで、それこそエスカレーターを駆け上がってくるようなお客さんが多いんですけれど、今日はどうして逆に来ないのかなと思ってよくよく考えてみたら、実は電車が止まってたということで、かなり半分以下ぐらいですね。商売のためにはもう、商売のためじゃなくてもぜひやめていただきたいというのが実感ですね。はい。しかし都心の大手銀行では開店時刻には9割の行員が出社して平常通りに営業というところが多く、また東京証券取引所は平常通りのスタートでほとんど影響なしと、何しよう日本株式会社の頑張りぶりを見せました。ちゃんと動いてます。ちゃんと皆さんやりました。時間に参る、そうですな、6、7割は来てなかったですね。帝国にはどういう関係の石油化学です。仕事に影響とかなかったですから、3割で後から何人かまたずっと来てますからね、仕事には支障はないです。国鉄もそういう位置に下がりましたな。朝のラッシュ時、公衆電話の奪い合いになったため、 NTT は急遽都内でおよそ200カ所に臨時電話を開設しました。昼間はあまり利用者のなかったこの電話も、そろそろ帰るコールのラッシュになりそうです。ところで、首都圏や大阪周辺の国鉄が麻痺するほどの規模の大きな今回の同時多発ゲリラ事件ですが、警察庁のまとめによりますと、今日の国鉄の信号通信ケーブルの切断や国鉄施設への放火などのゲリラ事件は東京都内で17件、大阪で6件、神奈川、埼玉でそれぞれ3件、このほか広島、京都、千葉、岡山の各県でも起きており、8つの都府県合わせて34件にも及んでいます。このうちケーブル切断事件はいずれも今日午前3時から5時の間に起きており、カッターや大型のハサミなどの鋭い刃物で切断されていました。警察ではこれら一連のゲリラ事件について、
中核派による計画的犯行とみて特別捜査本部を設け捜査に乗り出しています。特に今回のゲリラ事件の中でも規模が大きかったのは国鉄総武線浅草橋駅の放火事件で、午前7時前、白ヘルメット姿の中核派のメンバーおよそ100人が鉄パイプで事務室のガラスや券売機をめちゃめちゃに壊し、さらに火炎瓶で火を放ちました。このため構内では火災が発生し、駅は当分閉鎖せざるを得ないほどの壊滅的な損害を受けました。この浅草橋駅に対するゲリラ事件で中核派のメンバー46人が逮捕されましたが、その際に警察官が犯行グループの乗ったワゴン車に向けて拳銃を2発発射しています。ところで警視庁公安部は今回の一連の同時多発ゲリラを中核派の組織的な犯行とみて、午後5時から東京池袋にある中核派の拠点前進社の家宅捜索を始めました。捜索の容疑は浅草橋駅での放火事件に絡む威力業務妨害罪などで、現在100人余りの捜査員が中に入り、裏付け資料の押収を行っています。なお、国鉄浅草橋駅が炎上した事件で逮捕された中核派メンバーの中には、中核派全学連の委員長鎌田正氏ら全学連幹部が含まれています。ところで中核派は成田空港の2期工事着工が近いと言われる中で、このところゲリラ行動をエスカレートさせてきていました。昨日も正午から行われていた千葉道路の24時間ストライキを支援する形で、中核派は千葉県内で集会やデモを繰り返していました。今年に入ってから中核派は警察庁の科学警察研究所に放火したのをはじめ、成田空港周辺でロケット弾を撃ち込むなどのゲリラ行動に出ていました。また先月20日の成田空港反対集会では241人の大量検挙者を出すなど、震災復興セクトの中では中核派はこのところ際立った動きを見せておりました。こうした動きを受けて捜査当局では、今後中核派の地下組織の解明に努めたいとしています。ところで国鉄の分割民営化阻止などを掲げて昨日から24時間ストを行った千葉道路の中野委員長は次のように話しています。まあ、いわゆるゲリラに対してですね、まあ、どういうふうに考えるのかということだと思うんですけれど、これはやはり今国鉄労働者、特にうちの組合員が、まあ、こういうことに対してやっぱりどういうふうにやっぱりこう受け止めるのかということだと思うんですね。でいずれにしても今の国鉄労働者は普通の状態じゃありませんから、非常に不安を持って働いているっていう、非常にその国鉄の安全運転にとっても非常に大変な時期に来ておりますので、ね、やはりこの今後、全職場で全組合員をと一緒になって今度の戦いとやっぱり全体の問題を含めてもう一回討議してですね、でそしてまあ12月の中旬ぐらいに期間を開催して、きちっとやっぱり総括をしていきたいというふうに考えています。なお警視庁公安部はつい先ほど今夜6時20分過ぎから千葉市内にある千葉道路の本部を浅草橋駅放火を含めた集団暴力事件に絡む凶器準備集合罪や放火などの疑いで家宅捜索をしております。ところで今度のゲリラ事件について国鉄内の各労働組合は次のように受け止めております。まず国鉄内の最大の組合である国労は、復旧には全面的に協力すると山崎院長の談話を発表しています。その内容は、このような事態では国民の反発を買うだけで憤慨している、国労は真の再建のため地道な努力をしており、今後も国民多数の共感を得るよう邁進するという談話です。一方、道労も松崎委員長が、暴力をもって事故の主張を押し通そうとすることは労働運動とは無縁である、道労としては真の国鉄再建に向けて最大の努力を続ける覚悟である、このような談話を発表しております。ところで、近代化し自動化された国鉄の鉄道網がゲリラの犯行の前になぜこのように脆かったのかを考えてみたいと思います。まず去年東京世田谷で起きたケーブル火災などについても、都市防災の専門家の首都
礼しました、ゲリラの犯行の前になぜこのようなもろかったのかを考えてみたいと思いますが、まず去年東京世田谷で起きたケーブル火災などについて調べた都市防災の専門家の村上澄直さんに今朝の事件について感想を聞きました。で、意外に都市のこういう大都市を機能させてる、普段だと何もわからないんだけど、アキレス腱っていうのが意外に小さなちょっとしたことでやられてしまうっていう感じを受けましたね。今朝のゲリラ事件では鉄道沿線のレールの脇にあるコンクリートの側溝に引かれた CTC 列車集中制御装置や ATC 列車自動制御装置のケーブルがゲリラによって切断されました。ご覧いただいておりますのがそのケーブルで、直径1センチの細いものから5センチの太いものまであり、太いものでは200回線もの電線が束ねられています。首都圏などでは国鉄の鉄道沿線にはほとんどこうしたケーブルが張り巡らされており、鉄道を動かす大事な生命線、いわば神経の役割を果たしています。そのケーブルが1箇所切られてしまいますと、なぜ全体が止まってしまうのかについてですが、それはケーブルの元にある CTC や ATC の頭脳となる集中制御センターで全てをコントロールしているためです。このセンターで沿線の信号やポイントの切り替えを全て自動的に行います。もともと運転士の目や耳だけに頼りきれなくなった首都圏の過密ダイヤをうまくこなすため、あるいはローカル線でも信号所を無人化するために考え出されたシステムですが、今や国鉄ばかりでなく私鉄でも ATC などは鉄道を走らすのに欠かせないものとなりました。もう一度都市防災の専門家である村上澄直さんに聞きます。で、特に最近はなんていうか情報化社会になってね、昔だと手旗信号とかなんかでやってたようなことがみんな電気信号に変わってるわけだけど、その電気信号を支えているいわゆるそういう通信ケーブルの類が割合こう不用意にね敷設されてるわけですね。ですからこれからどんどん情報化社会に向けて社会が進化していくとしたら、やっぱりそういう情報系、まあ人間で言えば神経細胞みたいなやつをもうちょっと正しい方法でね管理していかないと、こんなことはすぐ簡単に起こるって感じしましたね。CTC の場合、1線区に1箇所から数箇所集中制御センターが設けられており、今日の場合首都圏でほとんど全ての線が止まったのは、いくつもの線区を同時にストップさせるため、ゲリラが巧妙に襲撃する場所を選んだためとみられています。しかも CTC や ATC がない場所では、ゲリラは鉄道電話のケーブルを切断して事実上電車が動けないようにしていました。国鉄のいわば手の内を知った上での犯行とみられますが、鉄道運行に欠かせない通信システムをいかに守るかと言いますと、今すぐ具体的な方法が見つからないというのが現状です。ケーブルは保守電気係員が定期的に見回るだけで、切断しようと思えば誰でもできる状態です。そして一旦ケーブルが切られますと、ケーブルをつなぎ合わせますのに 4,5 時間もかかり、今日のような事態になってしまうわけです。この後は映像アラカルトの時間となるんですが、 CM を挟んで再びニュースを続けます。はい、すでにこちら池袋駅ではラッシュアワーのピークを過ぎておりまして、夕方は混乱なく終わりそうです。明朝も平常通りの運行となります。金曜の夜とありまして、ほっとした表情で赤ちょうちんや、飲み屋街に向かうサラリーマンや OL の姿が目立っています。以上、池袋からお伝えいたしました。こちらは新宿駅です。山手線は全く問題ありません。むしろ普段より空いております。中央線の快速の下り線、これが運転間隔が 2,3 分おき、あるいは突然15分おきとなりますので、間隔が空いたときには大変混みますが、そうでない限りは普段よりむしろ空いているといった、都内のターミナル大体が 1,2 割普段より乗客が少ないといった、こういったところです。新宿駅終わります。はい、今日はこの国鉄に対するゲリラ事件のために、特に首都圏の国電が大混乱、その他一部国鉄線、そしてから大阪の国電も混乱いたしました。そこでこのニュースを中心にお伝えしましたが、このために新聞のテレビ欄で予告しておりました内容が一部放送できませんでした。ご了承ください。先ほど来お伝えしておりますが、今行われていることは、中核はこのゲリラ事件の犯行とみたとみられる中核派に対して、前進者の捜索が行われていること、それから
浅草橋駅事件に関連して千葉道路の本部が捜索を受けているというのが現在の動きです。それでは今日はこの辺で失礼します。また明日お目にかかります。さようなら。